れ様です、大野さんです。本日は、ガンマ、ガンマっていう AI ツールのご紹介をしたいと思います。小野さんの YouTube、これはですね、主に、スライドとかウェブサイトを自動生成してくれるっていう AI ツールなんですけど、そう、実は僕使ったことがなくてこの実演と同時に一緒に僕も使うって感じなんで、そうですね、ちょっとダラダラしちゃったら申し訳ないんで、極力頑張ってサクサク進めていきたいと思います。じゃあそうですね、まあスライドに関して言うと、以前紹介したイルシルでしたっけ、あれが結構優れているので、あえてここでは取り上げず、ウェブサイトの方を見ていきたいなというふうに思います。じゃあまず新規作成、ポチッで、AI で作成する。どのように始めますかということで、3つの選択肢が与えられます。まず、テキストを貼り付ける。メモ概要、既存のコンテンツから作成するっていう方法と、生成、1行のプロンプトから数秒で作成するですって、すご。で、3つ目は、ファイルまたは URL のインポート。既存のドキュメント、プレゼンテーション、ウェブページを強化する。ですって。なのでじゃあ、僕はそうですね、生成の方からやってみようかな。真ん中の1行だけ指定するっていうやつですね。どうしようかな。生成、今日は何を生成しますかっていうふうに聞かれます。プレゼンテーション、ウェブサイト、ドキュメント。なるほど、ドキュメントも作れるんですね。じゃあウェブサイトにしましょう。はい、で、8枚のカード、カードの枚数が選べるんですね。まあ、ページですかね。じゃあ、ちょっと4枚にしますか。で、ここにプロンプトを入れます。どうしますか。プロンプトの例だと、サブスクリプションベースの食事配達スタートアップのランニングページとか、フィットネストレーナーの個人ウェブサイト、フリーランスのグラフィックデザイナー向けのランニングページ。あ、じゃあ、そうっすね。イラスト、イラストレーターのポートフォリオサイトにしましょう。イラストレーターのポートフォリオ、あれ、ポートフォリオサイト、どうでしょう。で、ある程度プロンプトを打ち込むとですね、下の方に自動的にアウトラインっていうのが出てきます。これが構成に当たる部分ですかね。ああ、なるほど。イラストレーターのポートフォリオが一部、第一部としてきて、第二部としては私のスキルについて、で第三部は過去の制作物で、第四部依頼についての案内。なるほど。あ、この辺もじゃあ AI で自動的に生成してくれるんですね。で、ついで設定としてカードあたりのテキストの量を、選ぶことができると。概要程度だったり、中くらい。で、詳細に書いたりとか。あと、画像のソースはどうしますかというふうに聞かれてます。ウェブ画像を検索するか、AI 画像を生成してもらうか。せっかくなんで AI 画像を生成してもらえますか。うん。で、画像スタイルに関しても、こちらでプロンプトを設定することができます。そうですね。じゃあ、イラストレーター、イラストにしましょう。はい、シンプルなイラストにしましょうか。じゃあシンプルなイラストと、で画像のモデルも選ぶことができると。このプレイグラウンド 2.5 っていうのはよくわかりませんけど、おっ、フラックスあるんだ。ステーブルディフュージョンもありますよ。すごい。ダルイーもありますね。まあ有料機能ですけど、じゃあ今話題のフラックスで行きましょうか。じゃあこれで生成ですかね。続ける。でこれ40って書いてるのはおそらくクレジット数でしょうか。ポチッ。
はい。おお、早いん。おお、どうやって見るんだこれ。テーマをまず選んでくださいっていうことですね。はいはいはい。あ、いろんなテーマありますね。イラストレーターのポートフォリオサイトですからね。まあ、ちょっとシンプルな方がいいんですが、あ、まあ、じゃあこれでいいか。はい、選びました。さっぱり系ですね。ここでページの何でしょう、この左側。このサイトのこの構成というか、それがイメージとして出てます。じゃあ生成します。ポチッ！生成中です。さてさて、どんなやつが出来上がるか。お、もう作り出してますね。おー、早い早い。おー、お、もう出来ましたよ。すごいですね。へー。イラストレーターのポートフォリオ。創造性と技術を駆使し、お客様のビジョンを形にします。で、リンクで作品を見るっていうボタンがあって、ここの背景の部分はおそらく AI で作ってくれたんですかね。で、次のページに私のスキルと、イラストレーション、デザイン、コミュニケーション。イラストレーションに関してはキャラクター、風景、抽象画など幅広いスタイルに対応できます。デジタルペイント、ベクターイラスト、手書きなど様々な手法を用いて作品を制作しますですって、すごーい。で、次のページ、過去の制作物。はぁ、この背景もそうですね、AI ですね。見やすいですね、サイトも。で、依頼方法について。ちょっと謎のイラストですけど、料金とか、納期とか、料金とか納期とか。はぁ、で、さらにですね、例えば、この辺、じゃあコミュニケーション、これじゃあ気に入らないなと思ったら、文字ももちろん打ち直せるし、あ、右編集結構できますね。AI で編集だったり、カードテンプレート、スマートレイアウト、レイアウト変更ですかね。で、基本のブロック、画像挿入、動画メディアも挿入できると。で、アプリウェブページの埋め込みもできる。グラフと図表も埋め込める。フォームボタン。あ、なるほど。じゃあもう結構自由に変更できますね。てな感じです。かなりいいんじゃないんですか？ってな感じでちょっと見ていただいて、料金についてご紹介します。まず、僕今初めて使ったんですけど、400クレジット持ってました。で、今のサイトを作るのに40クレジット消費したので、今残り360クレジットになってますね。で、ここにありますけど、AI を使用するには何クレジット必要ですか？AI で作成すると、1つ作成すると40クレジットですね。うん。で、AI でカードを追加。まあ、さっきのページみたいな感じ。ですね。で、作成したカード1枚につき1クレジットですと。で、AI とチャット。AI の提案ごとに、10クレジット。例えば画像検索だったり、コンテンツの書き換えだったり、ですと。エラーや説明に対しての料金はかかりません。で、AI 画像。画像プロンプトごとに10クレジット。うん。で、AI で続行。まあ、コンティニュー。これよくわかりませんが、使うたびに2クレジットと。で、どうすればさらにクレジットを獲得できますかと。で、ガンマプロ、まあ、有料機能に登録すると無制限のクレジットを獲得できます。使い放題。あるいは、自分の紹介リンクを使用して他の人をガンマに紹介することもでき、紹介された人がサインアップするとお互いにクレジットを獲得できますです。で、これすごいっすね。友達多い人だったら、もう無限に無料で使えるんじゃないですか。ここにあります。友達を紹介。へー。この紹介リンクがここに出てますよ。
じゃあこれを例えばツイッターとかで紹介して、で友達がそこからログインしてくれれば、お互いにですね、入った人も紹介した人も200クレジットずつ獲得できると。で一つのサイトを作るのに40クレジットですから、1回紹介するごとに5サイトぐらい作れるということみたいです。すごい。一応この有料機能を見ていきますと、年払い、月払いで見ますか。月々、プランが2つありますと。で有料機能1つ目プラスで、これ月々1500円です。で無制限の AI 作成で、メイドウィズガンマの透かしを削除、あ、透かしついてました、はいはいはい。で最大15枚のカードを生成することができますと。1サイトあたり15枚のカードを作ることができると。なるほど。でさらに上、プロモード、プロプラン、これは月々3000円で、同じく無制限の AI 作成、プレミアム AI 画像生成ですって。あ、さっきのあのダルイーとかが使えるような感じですかね、うん。で最大30枚のカードを生成することができますと。まあそんな感じです。いいですね。なんかすごい使いやすいと思いました。で結構無料で使えるっていうのは熱いですよね。ちょっとサイト作りたいなって思った方、まあこれだけで 100% 作れるっていうわけではなさそうなので、もう本当にそうですね、アイディアとか叩き台として使うにはもう十分すぎる出来栄えかなっていうふうに思いました。なのでガンマぜひぜひ使ってみてください。バイバイ。いつもありがとうございます。もし、よろしければいいねとコメントと、チャンネル登録お願いします。いつもありがとうございます。